ウィーン少年合唱団、グスタフ・マーラー公共局第8番、ウィーン・楽友協会合唱団ウィーン少年合唱団シュターツカペレベルリン、ピエール・ブーレイーズ・イン・ウィーン・楽友協会の大ホールウィーン少年合唱団は、1498年に、新生ローマ皇帝マクシミリアン一世が、宮帝礼拝堂少年聖火隊として創設した少年合唱団である。原型は、 インスブルックのビルテン少年合唱団でマクシミリアン一世がウィーンでの新宮廷礼拝堂少年聖火隊設立の際にビルテン少年合唱団のメンバーをウィーンに連れてきたものである宮廷少年聖火隊の20人ほどの少年たちの主な任務は宮廷音楽隊の一員として礼拝堂でのミサ曲の演奏にあった1918年 第一次世界大戦終結とともに、オーストリア・ハンガリー二重帝国が瓦解すると、被護者はいなくなり、少年聖火隊は一度自宅に返されてしまうが、1921年、経営手腕を買われ、宮帝音楽隊の総長に任命されたヨーゼフ・シュニット神父が伝統ある団体の維持に乗り出した。古い宮帝少年聖火隊は1924年に、 ウィーン少年合唱団として公式に団体として創設され、今日まで専門的な音楽活動が強化されている。合唱団は私立の全寮制学校の形をとり、1948年以降は練習場及び寄宿舎学校としてウィーンのアウガル天宮殿内が利用されている。団員数は約100。団員たちは演奏会用に約25人ずつ。 モーツァルト、シューベルト、ハイドン、ブルックナーという、ダンやウィーンとゆかりのある作曲家の名前が付けられた4つのグループに分けられ、各グループは年に11週間の演奏旅行に出かけ、世界各地で1グループが約80回の公演をこなしている。どれか1つのグループは必ず演奏旅行に出かけているので、3つのグループが学校に残っていて授業を受けている。 毎週日曜日に行われる王宮礼拝堂でのミサでは、これら3つのグループのうちの1グループが歌うことになっている。3つのグループが毎週順番に歌うため、1つのグループは3週間ごとに王宮礼拝堂で歌うことになる。パートはソプラノとアルトのみで声変わりやギムナジウム卒業の14歳となると対談する。天使の歌声のイメージを維持するためである。 この厳格さが影響し、競争率は1960年代には16倍だったのが、現在は2から3倍となっている。少年たちは早くから堅実な音楽教育を受け、ほとんどの場合その後の人生に重大な影響を受けている。そのため、彼らの多くが職業音楽家として活躍するようになった。1952年には、 男性合唱団コルス BA 年室が創設された。そこではもっぱら、かつてのウィーン少年合唱団員が活動し、たびたび団とも共演する。しかし現在は、音楽関係の仕事に就くのは2割程度だという。日本では、2000年公開の同作品の映画、ドラえもんのび太の太陽王伝説では、オープニングテーマ、ドラえもんの歌を歌う。2008年8月から9月にかけて、 ピタゴラスイッチに登場し、いつもここからとアルゴリズム更新に参加。来日したメンバーの内識者と一部メンバーが実際に更新に参加し、残りが更新の歌を歌唱する。いずれも日本公開のもの。2010年3月12日、1960年代から1980年代にかけて当時指導者の立場にあった職員や、 上級団員による性的虐待がされていた疑惑が発覚。団側は即座にホットラインを設け、情報提供を呼びかけている。2010年3月31日現在、11人の元団員からの連絡があったものの、いずれも当時はあまりにも厳格な教育が行われていたという内容であり、性的虐待についての報告はされていない。2012年12月、 専用の劇場が完成。初日には、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏に合わせ、ミサ曲などを披露した。ありがとうございます。